おはようございます。中高年の味方時事有像です。えっ、ー、と今日のテーマとしましてですね、日産ガっぷちということで投稿させていただきます。まあ,あの新聞とかもですね、今また最近ちょっと日産自動車に関していろいろですねニュースとして乗り出してあの乗、ー、ってます。まあ、その中で今日の最新としましてはですね、まあ、あのー、ルノー 自動車の方なんですけど、まあ、ルノーの方でですね、まあ、一部市場撤退もということでですねすとまあやはりどうしてもですねこれはルノーの場合は日産自動車との関係がですね大事ですからね、まあ、日産連合に対してですね効率化、まあ、あの可能ということでちょっと今日載ってますね。だから日産もですね、ちょっと、あの、まあ 売上とかそういうの利益率とかちょっと落ちて,ます落ちておりますからですねまあ日産のですね暫定最高経営責任者ですかね CEO ですね、えー、クロチールド・デルボ、まあ、あの暫定最高経営責任者の方がですね、まあ、あの中期経営計画の見直しとかをちょっと述べていらっしゃいますね。 まあその中でですね一部市場からの撤退やですねモデル廃止もありえるということを言ってますま。どちらにしてもですねまあ日産の悪いのはもうちょっとあの私どもも知っておりますけどルノーもちょっとあの全世界の自動車関係においてはですねちょっと悪いですね。ということでお互いにですねやはりいいところを結びつけてですね 行かないといけないといいいとととけうことをです、ね、ルノーも考えておりますのでまあ資本のいろいろですねそういうものを含めてまたあの、えー、日本の方のル,ルノーもですね、まあ、内田誠氏ですかねそれに才、あのー、川さんが変わりますからその辺も含めてですね、まあ、いろいろ話し合いがあると思います。まあ 私も日産のことに対してですね、しょっちゅうこういう形で投稿させていただくのはですね、まあ、日産の興味があるというかですね、日産の一株主でありますからですね、非常にそういうところも含めてですね、あの投稿しております、まあまああの。数字的なことを言えばですね、もう日産も全然だめですからね。 ダメって言ったら、いけないんですけどね。まあ、数字的にはですね。まあ、あの、日産自動車、が十、今月の十日にですね。発表した、あの。ことによるとですね。えっ、ー、と、十日ですから。もう、ちょっと一週間ぐらい前になりますね。その時発表したのに。おけるですね。上記の純利益は、前年同期比七十三点五パーセント減少ですから。 の減少ですからもそれと,、えーえー、と2019年のです、ね、7月から9月期の販売台数は同年、えー、同期の70あすいませんこれは7.5%減,減少でですねやっぱこれも、あのー、7.5%減少ですからね789のですね3ヶ月間ですね。 てての市場でで減少しいいるととうことですからね特にですね欧州の方の減少率は20%近くいうところですからねだからそれによって日産はですね通期の、えー、業績見通しも顔を修正して当期、えーえー、利益予想は600億円を減額ですかね600億円減額して。 1100万としたとということですからね栄養利益率も2%から1.4%に下がる見通しですからねもう全ての面でですねもう,もう全部駄目ですからね配当もですねもう私がもらってる時は 一株に57円でしたね。こう、まあ57円ですね。それが40円になって、20円になって、あの、来期はですね、分からないということですね。分からないというところですから、未定ですね。未定というところですからね。まあどうなるか本当分からないということです。ゼロ、配当ゼロというこのもあります。今ですね、日産のですね、まああの、今日のですね、株価を言えばですね、今日はですね、 六百七十三点八ですね、えー。前日比に比べて六点五円下がっています。まあ前日比は零点九六パーセントですけどね。まあそういうところで下落にですねあのー、下落してます。まあ下落するのはもう当たり前のことですからね。だからまあ私がですね、まあ私の個人的な あの考えとしてはですね。もう一番下がったところがですね。650円切って630円台がありましたからですね。まあ、そこまでは下がると思ってます。まあ、今日の現在でですね。まだ674円ですからね。まだまだまあ下がると思ってます。まあ、そこまではですね。まあ、私としてはですね。もうあんま下がってもらいたくないんですけど。一応？ 500円まではですね下がると予想してます。まああくまでも予想ですから当たらない方がいいですけどね。まあまあ500円までがそこだと思います。まあ500円まで下がってそこからまあ少しずつ上がっていくというところになればいいんじゃないかと思います。まあ株価に関しては私はそういう考えを持っています。まああの本当にひどいもんですからね。 まあそういうことも含めてまあま,まあその底が見えればいいんですけどね底が見えればもう上がるだけですからね、まあよその企業に比べてちょっと厳しいですねだから、まあ、まあこの状態はですね、まあ、新しい雑賀はさんもあの、まあ、12月から入れ替えですからねそういうものを含めてですね早く底をですね あの日産自動車としてもう業、まあ、株価だけじゃなくてそこ日産業績に一部そこで,ですね下げ止まりをしてもらいたいと思いますね。と来年になるとごン,ンさんのです、ね、裁判も入り入り始まりますからねそういうのも含めてです、ね、私の個人的な意見としては早くそこにあのそこがないとです、ね、どこまでもあの下がりますからね。 早くそこにですねついてもらいたいということですね。そこ,まあ、そこはさっきも言いましたように500円と思ってま,すまあそれよりちょっと上になるかもしれませんけど早,早くそこについてもらえばもう上がるだけですからね。だけど日産の悪い材料もどんどん出てますからね。それがもう全部早く出てもらいたいですね。まあ、ほぼ今の状態では出てると思いますからね。だけ早く株価も そこまで安すね。まあ、せめて前回のロゴまあ、630円以下に。なることが必要だと思いますね。そうしないと、今はまだ中途半端だと思ってます。まあ、そういうことでですね。まあ、私としては日産に上がってもらいたいということで、こういうことで投稿してますからですね。まあ、早くそこになってですね。 あのー、本当、上を目指してですね、上がってもらいたいというところですね、まあ、数字が良くなればですね株価も上がってますから、上がっていくと思いますから、まあですね、今日今日のですね、まあ日経、日経もちょっと152円ぐらいちょっと下がってます、まあ、それにつれてほとんどのは下がってますからね。 まあだから、早く日産、まあ、日経を日経は日経としてですね、日産自動車は日産自動車として落ち着いてもらいたいと思います、まあ、そういうことでですね、日産の早く損なってそれから上がっていくのをですね、期待して、まあ、日産に頑張ってもらいたいということでここで投稿を終わりたいと思いますそ,それと最近少しずつですけどですね、チャンネル登録もし,たしていただいておりりまます。す。ありがとうございます感謝しております。 それとコメントもいただいておりますので、できるだけですね、早くコメントには返答したいと思ってます。思ってますまあ、そういうことで、まあ、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで終わります。ありがとうございました。これで終わります。